上海アメリカンスクール、パキシーキャンパス上海アメリカンスクールは、中華人民共和国の上海市にあるアメリカンスクールである。高校生になると以下から選択が可能。運動系は各種スポーツ全般が揃っている。文化系は、ブラスバンド、ジャズバンド、ロックバンド等々がある。日本人の指定、指女等のように、英語の母語話者でない英語初級者。 英語力のレベルが、当該学年の期待されるレベルに満たないと、判断された生徒向けのプログラムとして、ソルプログラムが用意されている。1年は2つの楽器に分かれている。成績表、通知表は、レターヘッド付けの用紙に印刷されたものが、各楽器末に、クーリエで自宅、親元に届く。途中経過は、 各教科ごとに、おおむね四半期ごとに edline.net を通じて配信され、親や本人は、ユーザー ID とパスワードでそれを閲覧できる。成績評価は、相対評価で、100点満点評価である。相対評価であるため、日本でほぼオール語であった生徒であっても、必ずしも、高評価、高成績を収められるとは限らない。 世界各国から集まった生徒の中には、算数オリンピックに参加したり、小学生なのに、大学生レベルの数学を解くような優秀な生徒もいたりするからである。優等賞成績有料な生徒には、全教科の平均点によって、優等賞イコールオナーロールが付与される。教科2008から2009年度時点で、約2900名。制服は存在しない。 ありがとうございます。